こんばんは、満月堂のみょんです。今朝の朝立ちチェック、それから JKB 持続可能な勃起力を鍛えるための3つの課題やってきてくださったでしょうか。健やかな勃起は1日にしてならずですよ。課題の詳細は動画の最後にお伝えしております。今日のテーマはですね、衝撃の若者セックス事情についてです。少子化と言われて長い日本ですけれども、それと関連して最近、現代恋愛事情に関する衝撃の政府調査が発表されたんですって。ニュースでも取り上げられていたようですけれども、今日はこの調査を深掘りしてみました。なかなかですね、衝撃的なデータとなっております。一生結婚しないという若者が急増している。そして実はセックスレスも当たり前の時代になっているのかもしれません。では2020年9月にですね、国立社会保障人口問題研究所というところがあるんですが、そこによって第16回出生動向調査結婚と出産に関する全国調査というものが発表されました。この出生動向調査っていうのは5年ごとに結婚とか出産への意識を調査するっていう風にしているそうで、今回は2021年の6月に、実施されたそうです。で、内訳もこう出ていて、独身者の方が14,011人、そして初婚同士の夫婦が9401組というふうに対象として調べたそうです。じゃあどういうことを調べているのか、見てみましょう。さっきも言ったんですけども、一生結婚しない人というのが急増しているってことなんですね。この調査を始めたのが1982年なんですけれども、その時に一生結婚するつもりはないというふうに答えた人が男性は 2.3%、 女性は 4.1% というふうに、まあごく少数みたいな感じだったんですね。それが今回2021年の調査では男性が 17.3%、 女性が 14.5% というふうに大幅増え増えですよね。理由としては、25歳以上の人に関しての理由だと、適当な相手がいないっていうことが最大の理由だったそうです。いい男いい女たくさん道に歩いてるので探してほしいですよね。で、異性とうまく付き合えないとか、今は趣味を楽しみたいっていう声もあったそうです。なるほどですよね。本当にいい男いい女いっぱい道に歩いてるんですよ。道にも歩いてるし、このネットの世界にも歩いているので、皆様もし今いないという方はぜひ探してみてください。じゃあセックスに関してはどうなのか、独身の方にですね、セックス体験というのを聞いてみたところ、男女ともに2002年から2010年頃をピークにしてですね、セックス経験が実はその後減っているんですね。今回の2021年の調査では30歳代男性で 36.4%、30歳代女性で 44.4% が未経験という答えでした。つまりどういうことかというと、30代の独身の人の 3,4 割はセックスをしたことがないっていう結果なんですね。なるほどっていう感じですけれども、これ実は独身者に限ったことではなくって、結婚してる人もセックスをしない傾向が増えてるんだそうです。妻が49歳以下の夫婦に過去1ヶ月以内に、夫婦間でセックスがあったかどうかっていうのを聞いたそうなんですけれども、あったが 37.9%、 なかったが 58.5%というふうに、なかなかなセックスレスである夫婦が6割近くという結果でした。世界のセックスランキングにおいても26カ国を調べても、日本は最下位、これ何回も言ってますけれども、で年間48回とかっていう結果が出てるんですけれども、それと今回の6割近くがセックスレスって考えると納得いく数字ですよね。はい、結婚していなくてもセックスレスだし、結婚していてもセックスレスであるという傾向にあるそうです。さらにさらにですよ、交際お付き合いですねに関して調べてみたんですけれども、恋人についてもですね、異性の交際相手が全くいない人っていうのが男性は 72.2%、 女性は 64.2% というふうに、
なっています。この恋人についての調査については未婚者さんたちに聞いたと思うんですけれども、ということは約7割ぐらい、6割から7割の男女が相手がいない、ほとんどの人が付き合ってないっていうことなんですよね。なかなかこれは衝撃的な数字ですよね。で、さらにですよ、異性との交際を望んでいないと答える人も増えていて、男性では未婚者全体の 33.5%、 女性では 34.1% というふうに、男女ともに3人に1人は特に異性との交際を望んでいないっていうふうに回答したんですね。楽しいですけどね、会う人がいるといいですよね。結果的に言うと、恋人もいないし、交際も望んでいないし、交際の経験もないしという人が増えてきているということでした。ということで、今日は最近の若者の恋愛事情、セックス事情についてのお話でした。結婚も交際もセックスも望まないという若者が増えてきているみたいです。まあ草食か草食かと言われてはいますけれども、なるほど、数字で見ると本当にそうなんだねっていう感じですね。で、今回のデータを踏まえてどうすればいいかというと、最近の若者はとか、どうとかって言ってる暇はなくてですね、我々は我々の人生を歩んでいく、ただそれだけなんですね。だから自分のことに一生懸命になる、これ一番大事だと思います。で、これを見てくださってる若い方も、30代40代50代60代って様々ないろんな年代の方がいらっしゃると思うんですけども、それぞれの年代でそれぞれの生活の中でベストを尽くすというのが大事だと思います。そのためにも持続可能な勃起力 JKB を鍛える3つの課題、ぜひコツコツとやってください。他人のことは関係ありません。私のことを頑張りましょう。まず1つ目が運動です。筋肉を鍛えることによって男性ホルモンの分泌が高まって勃起力にもつながっていきます。見た目もシュッとしてかっこよくなって異性からの目線も変わってきますので、ぜひ毎日1日にしてならずですので、コツコツやってください。2つ目が生活習慣の見直しです。食生活、ストレス、睡眠なんかですね、その中で足りない栄養素をサプリで補ったりとか、食事だけ睡眠だけとか、まず一つでもいいのでコツコツと見直しをしてみてください。3つ目がリラックスです。心のリラックス、体のリラックス、両方大事です。他人と比べず自分ができることを日々コツコツやっていただけたらいいなと思いますし、夜家に帰ってきたらもう疲れてベッドで寝落ちしてしまう、シャワーばっかり浴びている、日曜日はとにかく布団から出たくない、こんな方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、そういう方ほど夜のリラックスタイムをもう強制的にでも作るようにしてみてください。毎日シャワーという方は週1回でもいいので、入浴剤などを入れてお風呂にゆっくり浸かるということをやってみてください。そして寝るときは満月堂のふんどしパンツとか玄米ホットアイマスクを使って爆睡入眠体験、ぜひ試してみてください。質問やお悩みがある方は私の LINE に連絡をください。先行のご案内なんかも LINE からしておりますので、とりあえず LINE 登録でスタンプをしてくれると嬉しいです。 Twitter、インスタではですね、私の普段の様子なんかもお見せしておりますので登録してください。で、 YouTube で毎週金曜日お昼の12時半からライブ配信を行っています。ファンの皆様と この交流の場になっていてとても楽しいので、ぜひ遊びにいらしてください。YouTube、Twitter、インスタ、LINE、それからショップの URL は概要欄に全部まとめて書いております。ぜひ皆さん登録、チャンネル登録はじめ、フォローしていただけると嬉しいです。では今日はここまで。満月堂のみょんでした。バイバイ。